いやしかし不思議な聴診器もあったもんだね。しかし不思議っていうかものすごい恥ずかしかったよ。本当にな。あれ一体どこで手に入れたんだろう。みんなお疲れ。あれ野足さんは？ああまだ来てないみたいだよ。あそういやさ、リーダーのコマンだったら知ってるかな。え何を？この前の聴診器、打足さんがどこで手に入れたかなんだけどさ。あああれね。知ってるのか？いや知らない。でもなんだか朝起きたら枕元に置いてあったって聞いたよ。サンタクロースかよ。あ噂をすれば。みんなおはよう。早いね。打足さんが遅いだけだよ。あれ何持ってるの？なんか枕元にフラスコとビーカーが置いてあったんだ。なんだろうねこれ。嫌な予感しかしないよね。